f e ー,ーバシーリエビチプチャーチン1883年10月16日は、ロシア帝国の海軍軍人、政治家、教育大臣。1853年に日本の長崎に来航。その後1855年には日本と日ロア新条約を締結するなど、ロシア帝国の極東における外交で活躍した。サンクトペテルブルク出身、先祖の出自は、 ノブゴロド貴族の家系である。1822年に海軍士官学校を卒業し、ミハイル・ラザレフの指揮下で3年間世界就航に従事した。ギリシャ独立戦争ではナバリノの海戦に従軍して軍港を挙げ、4等聖ウラジーミル勲章を授与された。1828年から1832年にかけて地中海、バルト海で軍務に従事し、 四等制ゲオルギー勲章を授与された。高カサス戦争にも従軍して負傷するが、多くの作戦で武功を挙げたいさに昇進した。戦後の1841年には、国会艦隊の艦船購入のために、イギリスに交渉に赴いている。1842年に、ロシア皇帝ニコライ一世から、カスピ海を活用したペルシアとの通商強化の実現のため、ペルシアに派遣される。 プチャーチンはアストラハンに拠点を置きとるく人海賊を討伐し、ガージャール・アサ、ペルシア第三大シャアのモハンマド・シャアに越見して、交易権、漁業権の獲得やボルガ側の航行権などを認めさせた。この功績により、同年に少々に昇進している。フリゲート・パルナダ号プチャーチン来航を描いた、河原版1842年、イギリスがアヘン戦争の結果、 清よとの間に南京条約を結んだことを受け、プチャーチンは、ロシアも極東地域において影響力を強化する必要を感じ、皇帝ニコライ一世に極東派遣を、権限、1843年に新及び日本との交渉担当を命じられた。しかし、トルコ方面への進出が優先され、プチャーチンの極東派遣は実現しなかった。1845年に、 イギリス海軍高級将校の娘、メアリー・ノールズと結婚し三男三女を設けた。1849年に自重部官に任命され、1851年には自重部官庁に任命されている。1852年、海軍中将に昇進し、同時にアメリカ合衆国のマシューペリーが日本との条約締結のため出航したことを知った。 コンスタンチン大公から日本との条約締結のために、県費、全県施設に任じられ、皇帝ニコラ一世により平和的に交渉することを命令された。1852年9月、ペテルブルクを出発し、イギリスに渡りボストーク号を購入。11月、クロンシュタットを出港した機関パルラダ号が、イギリスのポーツマス港に到着、修理を行った後、ボストーク号を従えて、 ポーツマスを執行した。希望峰を回り、セイロン、フィリピンを経由、父島で、オリバーツァゴー、メンシコフ号と合流した。ペリーと違い、シーボルトの進言に従って、あくまで紳士的な態度を日本に見せるため日本の対外国窓口である長崎に向かった。1853年8月22日、ペリーに遅れること1ヶ月半後に、 機関パルラダ5以下4隻の艦隊を率いて、長崎に来航した。長崎奉行の大沢やすなりに国書を渡し、江戸から幕府の全権が到着するのを待ったが、クリミア戦争に参戦したイギリス軍が極東のロシア軍を攻撃するため艦隊を差し向けたという情報を得たため、11月23日、長崎を離れ一旦上海に向かった。上海で情報を収集するなどした後、 1854年1月3日に再び長崎に戻り、幕府前県の川地敏明、筒井正則と経路回に渡り会談した。交渉はまとまらなかったが、将来日本が他国と通商条約を締結した、場合にはロシアにも同一の条件の待遇を与えることなどで合意した。2月5日、一定の成果を得たプチャーチンはマニラへ向かい、 船の修理や補給を行ったが、機関パルナダ号は木造の老朽艦であったため、9月にロシア沿海州のインペラトール1において本国から開港してきたディアナ号に乗り換えた。機関以外の3隻の船はイギリス艦隊との戦闘に備えるため沿海州に残ることとなり、プチャーチンはディアナ号艦艦で再び日本に向かい、10月21日、函館に入港したが、 同地での交渉を拒否されたため大阪へ向かった。翌月に、天保山沖に到着、大阪奉行から下田へ開港するよう要請を受けて、12月3日に下田に入港した。報告を受けた幕府では再び、川地俊明、筒井正則らを下田へ派遣、プチャーチンとの交渉を行わせた。しかし、交渉開始直後の1854年12月23日、 安政東海地震が発生し、下田一帯も大きな被害を受け、ディアナ号も津波により大破し、乗組員にも死傷者が出たため、交渉は中断せざるを得なかった。津波の混乱の中、プチャーチン一行は波にさらわれた日本人数名を救助し、繊維が看護している。このことは幕府関係者らにも好印象を与えた。プチャーチンを描いた河原版プチャーチンは、 艦の修理を幕府に要請、交渉の結果、伊豆の戸田村が、その修理地と決定し、ディアナ号は、応急修理をすると、戸田港へ向かった。しかしその途中、1855年1月15日、宮島村付近で強い風波により浸水し、航行不能となった。乗組員は、周囲の村人の救助もあり無事だったが、ディアナ号は、漁船数十層により栄光を試みるも、 沈没してしまう。プチャーチン一行は戸田に滞在し、幕府から代わりの船の建造の許可を得て、ディアナ号にあった他の船の設計図をもとに、ロシア人指導のもと、日本の船大区により大船の建造が開始された。1855年1月1日、中断されていた外交交渉が再開され、5回の会談の結果、2月7日、 プチャーチンはついに日ロワ新条約の締結に成功する。1855年4月26日に約3ヶ月の特貫工事で大戦が完成。戸田村民の行為に感激したプチャーチンはヘタ号と命名した。ヘタ号は60人乗りでプチャーチン一行がすべて乗船することができない大きさであったためプチャーチンは下田に入港していたアメリカ船を雇い。 前月に159名の部下をペトルパブルフスクカムチャツキーへ先発させていた。ヘダ号完成後の5月8日、プチャーチンは部下47名と共にヘダ号に乗り、ペトルパブルフスクに向けて出港した。5月21日、ペトルパブルフスクに入港したが、すでに英仏連合軍は撃退され、ロシア軍の防衛隊も退却に成功していたため、さらに航海を続け、 宗谷海峡を通って6月20日にニコライフスクにたどり着いた。同地から陸路を進み11月にペテルブルクに帰還を果たした。同年7月には残りの乗組員300名ほどがドイツ戦でロシア領を目指したが途中でイギリス戦に抱っこされ捕虜となっている。1856年から1857年にかけて クロンシュタット軍事知事を務めた後、9月21日に軍艦アメリカ号で再度長崎に来航、水野忠則らと交渉し、10月27日に日露追加条約を締結した。12月には太平洋艦隊司令長官に任命され、アムール湾の海岸を調査した。この当時、シンではアロー戦争が勃発しており、英仏連合軍が甲州、天津を占領していた。 プチャーチンは、この機に乗じて、朝廷の名目で介入し、1858年6月13日、天津において清との間に、天津条約を締結した。その後、再び、日本に向かい1858年7月30日、神奈川に入港。8月12日、当時外国施設の宿館であった柴田越田の新福寺に入った。同書において、 幕府側と交渉を行い、8月19日、日露修行通商条約を締結した。翌日、江戸城で将軍家政氏徳川義富に越見した後、本国に帰国した。晩年のプチャーチン日本と条約を結んだ功績により、1859年に白尺に除され、海軍大将、元帥に栄進した。1861年7月2日に、 教育大臣に任命される。在任中は大学の講義出席義務化や教師に2年間人学校での教育を受けることを命じるなどの教育改革を行ったが学生運動や革命運動を弾圧したため1862年1月6日に罷免され政治家としての評判はかんばしくなかった。しかし、プチャーチンは罷免ごもろしや科学アカデミー名誉会員や ロシア帝国国家評議会議員などの要職を務め、また1881年には日露友好に貢献した功績によって日本政府から君一等局実賞が贈られた。1879年12月18日に妻メアリーが死去した後はロシアを離れパリに居住した。1883年5月にセイアンドレー勲章を授与され10月16日に死去した。 プチャーチン死後の1887年、娘のオリガプチャーチンな助白が、戸田村を訪ね、プチャーチンの遺言により、当時の村人の行為に感謝して100ルーブルの寄付をしている。その後の歴史の激動の中にも交流は続き、2008年にも日露修好150年を祝っている。幕府の全権としてプチャーチンと交渉に当たった外国奉行、川地俊明は、 アメリカ施設、ペリーなどが武力を背景に同活的な態度をとっていったのとは対照的に紳士的に日本の国情を尊重して交渉を進めようというプチャーチンの姿勢に大変好感を持った。川路はプチャーチンのことを軍人として素晴らしい経歴を持ち自分など到底足元に及ばない真の豪傑であると敬意を持って表している。なおプチャーチンも報告書の中で 川路について、鋭敏な思考を持ち、紳士的態度は、強要ある、ヨーロッパ人と変わらない一流の人物と評している。19世紀後半、黒船、地震、台風、薬病などの災禍をくぐり抜け、明治維新に向かう。ヤフーニュース。 https://yahoo.co.jp/slash byline.ufu.kunwa.no.0200824。800194508。スラッシュに20 020年十二月二日閲覧。滞在中の千八百五十五年一月二十九日、下田港にフランスの捕鯨船ナポレオン号が入港した。 プチャーチンラはこの船を異常攻撃により打歩、ダッシュして帰国用の船とすることを企て、武装水兵により襲撃隊を編成し、大型カッターで、戸田から下田に向かわせたものの、到達前にナポレオン号が出港したため襲撃は実現しなかったという出来事もあった。ザ・オリジン・オブ・モダン・シップ・ビルディング・インビテーション2兵だ。2011年9月30日時点のオリジナルより、 アーカイブ2009年11月15日閲覧日露修航150周年記念式典プチャーチン帝徳のゆかりの方と江戸幕府川地敏明勘定奉行の子孫も参加首相官邸ホームページ2013年1月25日閲覧プチャーチンに関する日本側の資料としてロシア府移転応接機などがあるありがとうございます